新甲子園球場です。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は右のビーズリー、対するスワローズの先発は右の高梨、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右のビーズリー、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、先頭バッターは長岡。長岡、背番号7。第9球投げた、ボール。第2球投げた、ボール、低め。第3球を投げました、ストライク。次は4球目、投げました、打った、ショート後方のフライ、木南交代、落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番並木。第1球初球見送ってストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、インコース高め、外れてボール。第4球を投げました、内角高め、スプリット外れてボール。第5球投げた、ストライク、胸元厳しい球。第6球を投げた、打ちました、ファウルボール。第7球を投げた、変化球、空振り三振。バッターは3番サンタナ。サンタナ、背番号25。第1球投げた、直球見送ってストライク。第2球投げた、スライダー空振り。投球は3球目、投げました、外角低め、スライダーは外れてボール。第4球を投げました、スライダーボール。第5球投げました、打ちました。第6球を投げました、ボール。第7球を投げました、外角低め、空振り三振。ビーズリー上々の立ち上がりを見せています。右の高梨マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは近本。第9投げた、ストレートはボール。第2球ボール。第3球はインコース高め、ストライク。スワローズここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた、低め、フォークは外れてボール。さあ5球目、落ちる球空振り。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第6球を投げた、打った、これは強烈、入れば先制だ。レフト見上げた、ホームラン、先頭打者ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。タイガー先制、1対0。素晴らしい一発をベンチも祝福。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは2番中野。中野、背番号51。第9投げた、打った。第2球投げた、ボール、外角へ。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、落として、空振り。次が5球目、打った、センターフライ、飛距離は出て取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番森下。森下、背番号。第9投げました、初球空振り。
第2球投げました、打ちました、ファール。投球はこれから3球目、外れた、ボール。さあ4球目、外角高め、外れてボール。第5球投げました、ストレートはボール。次は6球目、投げた、森下、選んでフォアボール。ここはよく見ました。バッターは4番大山、背番号3。第9球投げた、ボール。第2球見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、レフトへ行った、レフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは5番佐藤、佐藤輝明、背番号8。第9球投げた、初球フォークボール、空振り。第2球投げた、カーブはボール。第3球を投げました、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。投げました、打った、三遊間、あっと抜けた、佐藤、いいバッティングを見せました。バッターは6番前川、第9球投げました、ボール。第2球投げました、内角、ボール。第3球を佐藤、走った、投げた、外れた、キャッチャー二塁送球、間に合うか、判定はセーフ、盗塁成功。リプレイをご覧ください。第4球を投げた、打って出ます、打球はレフトの左へ、ミット、中継、前川ナイスバッティングです。タイガースなおもチャンスが続きます。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、梅野、第9球外角高め、直球は外れても、第2球投げた、低めの球、空振り。第3球を投げた、外れた、ボール。次が4球目、投げた、見送ってストライク、追い込んでから第5球投げました、ストレートはボール。次が6球目、投げました、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、サード落下点、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。バッターは8番木南、第9球投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球、3球目、空振り、追い込んで第4球を投げました、見送ってボール。投げた、ストライク、空振り三振。1回が終了しまして3対0、タイガース先制点を挙げています。2回の表、3点を追いかけますスワローズの攻撃。この回の先頭バッターは村上。第9球投げた、スライダー見送ってストライク。第2球投げた、見送ってボール。投球は3球目、投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、ストレートはボール、インコース低め。投球これから5球目、アウトロー、空振り三振。最後は151キロストレート、先ほどのプレーです。右バッターボックスにはオスナ、オスナ、背番号13。第9球投げました、初球空振り。さあ次の投球投げました、マシンで捉えた、三塁線抜けた、
中継、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、ランナー二塁でストップ。オスナ、いいバッティングを見せました。バッターは6番西川。石川背番号第9。1球目ストレート空振り。投球これから2球目打ちました。しかし打球に伸びがありません。アルボー。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。ピッチャー返し、抜けた。二塁ランナー三塁へ。中継、西川、いいバッティングを見せました。タイガース、なおもピンチが続きます。バッターは7番山田。第1球投げました。初球を打ちました。ライト落下点に入りました。これは犠牲フライ、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。バッターは8番中村。第1球投げた、ストライク。第2球投げた、輪郎際どい球、ボール。第3球を投げた、インコース低め、外れてボール。第4球はインコースへ変化球、ボール。投げた、あっと引っ掛けた、ショート前方のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです。2者残塁、2回の表が終わって3対0です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャービーズリー。投げた、外れた、ボール。第2球投げました、フォーク決まってストライク。投げました、ボール。第4球を投げました、アウトコース空振り。第5球投げました、打った、スタンドに入りました。ファイル。投げました、見送ってボール。第7球を投げた、打ちました、引っ掛けた、サードの頭上フラフラっと上がっている。村上取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って近本。第9球ボール。第2球インロー空振り。投球はこれから3球目、決まってストライク。スワローズここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ボール。インコース高め。バッターは2番中野。タイガース追加点のチャンスを迎えています。第9投げた、外のボール引っ掛けた、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあ追加点のチャンスにバッター森下。最初のバッターボックスはフォアボール。初球空振り。第2球ボール。第3球を投げました、ボール。内角高め。第4球を投げました、空振り。第5球外れてボール。第6球は打った、セカンド右。山田ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。タイガースセカンドランナー残塁。2回の裏が終わりまして3対0です。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー高梨。第1球投げました、外れた、ボール。第2球合わせたバッティング、大山取った、大山そのままベースに入ってアウト。高梨いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、見送ってボール。
第3球はボール、外へ投げた、アウトロー、ボール、投げた、流し打ち、ファール。さあ6球目打ちました。木浪ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。第9球、初球を打った、レフトへ上がった、取って、これでスリーアウト、チェンジ。ビーズリー三者凡退、無得点に抑えています。3回の表が終わって3対0です。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは大山。第9球、投げた、初球カーブは空振り。第2球、投げた、ボール。第3球を投げました、内角ボール球打った、これはサード間に合いません、ファールボール。投げました、打ちました、ファールボール。さあ5球目、打ちました、ファール。投球はこれから6球目、ボール。投げました、打ちました、ライトへのフライダー、ライトバックしていった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤、今日2度目のバッターボックス。第9球、投げました、アウトロー、際どい球、ボール。さあ次の投球、投げました、打った、第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番前川、前川。第9球、ボール、まずは膝元。投球これから2球目、打った、いい当たりだ、抜けた、前川ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。高梨降板、マウンドに上がったのはロドリゲス、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。バッターは7番梅野、第1打席はサードフライに倒れています。初球空振りから投げた、打ちました、第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ショート前方のフライになりました。長岡余裕があります、取りました、これで3アウト。タイガースファーストランナー残塁、序盤終了しまして3対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターはサンタナ、第9球、1球目空振りから、第2球投げました、第3球を投げました、外れた、ボール。次が4球目、投げました、ボール。さあ投球は5球目、投げました、見送ってボール。第6球は外れてフォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは4番村上、第9球投げました、決まった、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、1つ外してボール。第4球を投げた、スプリットはボール。第5球投げた、これは引っ掛けた、さあゲッツーになるか、2塁フォースアウト、1塁送球アウト、ゲッツー。2アウトランナーなくなりました。バッターは5番オスナ、これが2度目のバッターボックス。打ちました、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。投げた、空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、1球外した、ボール。さあ4球目、打った、センター落下点、打ち返した打球は取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。4回の表が終わって3対0、タイガース3点リードは変わりません。4回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは木南。
第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、レフトへの打球、レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャービーズリー、投げました、打った、第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げた、打った、打球はセカンド後方、山田落下点に入った、山田掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って近本、第1球投げた、初球打ち流した、アルボール。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置で打った、痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。タイガース三者凡退に倒れました。4回の裏が終わりまして3対0です。5回の表3点を追いかけます、スワローズの攻撃。トップバッターは西川、第1球、第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、ボール。次は5球目、外角スライダー、見逃し三振。バッターは7番山田、第1打席はライトフライに倒れています。第1球初球から打ってった、中野ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト。山田いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番中村、第1打席は内野フライに倒れています。外れた、ボール。第2球投げた、引っ張った、切れていきます、ファウル。第3球を投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、打ちました、十分ご注意ください。第5球投げました、打ちました、木南掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ、ビーズリー3人でピシャリと抑えています。5回の表が終わって3対0です。タイガースこの回は2番からの好打順、先頭バッターは中野、今日はセンターフライとセカンドフライ。第1球投げました、ストレート見送ってストライク、いきなり154キロ。第2球投げました、ボール、低め。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、カットボールはストライク。第5球投げた、打った、山田ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。中野いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番森下、今日はフォアボールとセカンドゴロ。第2球低め、カットボール外れてボール。第3球を投げた、低め外れてボール。第4球を投げた、おっと打ちました、これは内野ゴロ、山田取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番大山、大山。第1球打ちました、初球打ち、オスナボールを取る、ロドリゲス取ってアウト、3アウトチェンジ。タイガース三者凡退に打ち取られました。5回の裏が終わりまして3対0です。代打は内山に代わりまして、内山背番号33。第9球初球を打ちました、破った、内山いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って長岡、今日はショートフライとショートライナー。第9球投げた、高め、スライダーは外れてボール。第2球投げました、ボール。投球は3球目投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、5球目ストライク。投球はこれから6球目、打った、ライト右へのフライですがライト取りました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ビーズリー降板、左の島本今日2番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか、
右バッターボックスは並木、今日は三振とレフトフライ。さあ次の投球、投げました、インコース引っ張った、レフトへのフライだ、レフト下がった、ヒットになります、内山二塁回って三塁へ、中継、並木ツーベースヒット、ピンチを広げてしまいました。バッターは3番サンタナ、今日は三振とフォアボール。第9球、第2球、ボール。第3球を投げた、打ちました。第4球は打ちました、ファール。さあ投球は5球目、投げた、低めの変化球、ボール。投げた、打ちました、抑えた。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。バッターは4番村上、今日は三振とセカンドへの警察打。第9、投球これから2球目、スライダー、ボール。第3球、ボール。第4球を投げた、4球目空振り、追い込んでから投げた、高め、外れて、ボール。次がラストボール、投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば同点だ、打球はそのまま伸びていく、ライトを見送った、ホームラン、同点、スリーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、主砲の一振りで同点。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは5番オスナ、これが3度目のバッターボックス。第9、投げました、高め、スプリット外れて、ボール。第2球、投げました、見送ってストライク、投げました、アウトコース低め、空振り、キレのある変化球。第4球を投げました、ボール。第5球、投げた、スプリットはボール。第6球を投げた、アウトコース高め、見送ってフォアボール。左対左の勝負になります。第9球、投げた、打った、ボールは危険です。第2球、投げた、ボール。投げた、ボール。次は4球目、投げました、いいハイ、空振り、145キロストレート。さあ5球目、変化球、空振り三振。6回の表が終わって3対3タイガース、この回3点奪われ同点とされています。ロドリゲス降板、ここでマウンドに上がったのは木澤、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。6回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。初球打った、ピッチャー返し、抜けた、佐藤、ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番前川、今日3打席目、第9、投げました、これがショーフライになってファウルグラウンド、キャッチしています、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。ボール、まずは低め。第2球、一塁ランナー出た、投球ボール、ボールを二塁へ送った、盗塁成功、タイガース、重要な場面で盗塁を決めてきました。リプレイをご覧ください。第3球を投げました、3球目空振り、投げました、真ん中にストライク。第5球、投げた、打ちました、レフトの左、佐藤、一気にホームへ、中継、タイガース1点リードを奪いました。4対3、梅野タイムリーツーベース、初安打。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。ワンアウトランナー二塁という場面で木南、今日は三振とレフトフライ。第9、投球これから2球目、カットボールはボール。第3球を投げた、決まった、ストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、一塁へ送る、
アウト。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。バッターは代打小野寺。第9投げたボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げました、打った。西川余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。中盤まで終了しまして4対3タイガース1点勝ち越しです。島本降板、右の石井今日3人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは山田。今日はライトフライとセカンドゴロ。初球から打ってった、入れば同点だ。近本落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番中村。今日はショートフライとショートゴロ投げました。初球空振りから第2球投げました、打ちました。第3球を投げました、打ちました。佐藤下がっていった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは川端。背番号5。第9球初球空振り、1球目空振りから投げました。このボールも空振り。第3球を投げた、打った、流し打ち、ファウルボール。第4球を投げた、ストレートはボール、アウトローへ投げた、打ちました。ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。満員の甲子園ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。木澤降板、右の原樹里今日4番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは近本。第9球第2球投げた、ボール。第3球は打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた。近本いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。バッターは2番中野。今日はここまで3打数ノーヒット。第9球一塁ランナー走った、外れた、キャッチャー二塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。さあリプレーです。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、サードから一塁送球、セーフ、記録はヒット、今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは3番森下。第9球ストライク、149キロストレート。第2球ランナースタート、投球ボール、二塁送球は二塁はセーフ。大事な場面で盗塁を決めました。第3球を第4球を投げた、打った、前進守備のショートの上、ショート落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。バッターは4番大山。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。まずは三塁牽制、三塁タッチ、セー。第1球投げました、外れた、ボール。さあ次の投球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、スライダーボール。第4球を投げました、あっと打ちました。さあ犠牲フライになるか、取りました、中継スタートを切った、大山センターへの犠牲フライ、タイガース1点入りました。タイガースなおもチャンスが続いています。リプレイをご覧ください。ここまで2安打の佐藤。第9球投げました、ボール。第2球投げた、高めいっぱい、ストライク。
第3球を投げた、高速シュート、ボール、外角高め。次は4球目、投げた、4球目空振り。さあ5球目、打った、当たり損ない、長岡掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。7回までが終了しまして5対3、タイガース貴重な1点を追加しています。石井降板、左の桐敷、今日4人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。スワローズこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは長岡。第1球投げた、内角低め、ボール。投球これから2球目、打ちました、中野、ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。バッターは2番並木、今日はここまで3打数1安打1三振。第1球投げた、スラーブはボール、投げました、直球決まってストライク。次は4球目、投げました、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番サンタナ、これが4度目のバッターボックス。第1球打ちました、切れていきます、ファール。第2球投げました、アウトコース低め、ボール。第3球は打ちました、ショートバウンド、一塁送球、中野軽快な守備を見せました、スリーアウト、チェンジ。桐敷この回シャッと3人で抑えています。8回の表が終わって5対3です。原樹降板、右の丸山、今日5人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。8回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは前川。第1球第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、外角、ボール。第4球を投げた、スプリットはストライク、追い込んで投げた、打ちました、これはショート真正面、長岡取った、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番梅野、今日はここまで3打数1安打、投げた、外れた、ボール。さあ次の投球、投げた、まっすぐ空振り。投球は3球目、投げた、あっと引っ掛けた、フラフラッと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは木南、第1球投げました、初球スライダー空振り、初球空振りから第2球投げました、第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、打ちました、ショート真正面、長岡ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。タイガースわずか3人で攻撃が終わりました。8回の裏が終わりまして5対3です。桐敷降板、そして最後を締めるのは岩崎、最終回2点差でマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは村上。タイガースこのバッターだけは塁に出したくないところ。第1球さあ次の投球投げました、2球目ストライク、投球は3球目投げた、見送ってストライク、追い込んでいます。さあ4球目打った、レフト方向へ持っていきましたが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスにはオスナ、今日4度目のバッターボックス。第1球投げた、初球引っ張った、ファウルボール。第2球ボール。第3球を投げた、空振り。第4球を投げた、打った、ファール。第5球投げた、打ったに当たりだ、右中間へのフライ、越えた、ボールが転がる、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、オスナツーベースヒットを放ちました。さあここは抑えたい場面、バッターは西川、ここまで2打席連続三振。第1球打ちました、ファールボール。
打ちました、ファール。追い込んでから第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打った。しかしもう一つ伸びがない、ファールボール。次は5球目、投げました、カットボールはボール。第6球は高め、ボール球打った、センター方向に持っていきましたが、センター交代、取りました。中継、オスナ、打球を確認して三塁へ向かう。タイガース勝利目前。バッターは7番山田。第1球投げました、変化球見送ってストライク。初球ストライクから投げました、変化球アウトコースへ外れてボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、空振り。さあ次が最後の投球になるか。第5球投げた、ボール、インハイへ。第6球を投げた、打った、あっと取れない。スワローズ1点返しました。山田2塁も狙う、山田タイムリーツーベースヒット。タイガースなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。バッターは8番中村、大きな声援が届いています。投げた、打ちました、初球打ち、これはショート正面、ショートがっちり取ってアウト、ゲームセット。タイガース1点差で逃げ切りました。タイガースが勝ちました。勝利投手は島本、敗戦投手は木澤、岩崎にセーブがつきます。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対4、タイガース僅差で勝利しています。勝利投手は島本、敗戦投手は木澤、そして西武は岩崎。タイガース今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。